てかやでーす。パーン、うのなるみでーす。パーン、うのゆりかです。はい、ということで今日もこの3人で YouTube を撮っていこうと思います。頑張るぞ。ということで今回の企画は何でしょうか。じゃじゃーん、アイカツプロネットの新商品を紹介しちゃいます。イエイ、今日も京都店ものすごい種類がありますね、うん、もうキラキラしてる。そうなんです。今回はローズとサラのグッズも多く登場してるので、ぜひぜひ最後までチェックしてほしいです。チェックしてくださいね。それではやっていきまーしょう。まず最初に紹介するのがミニメモコレクションになります。じゃじゃーん、かわいい。めちゃめちゃ可愛くて、なんかアイドルが2人ずつペアになって、花としおり、ルリとビート、キューピッドとアン、ローズとサラで、あとこちらが全員載ってます。かわいい。アイドルがね8人デザインされているんですけど、まあ、全5種類になっています。メモだけではなくてデータカードがアイカツプラネットで実際に使えるスイングもついてきて、とっても豪華になってます。こちらがレアのスイングになるんですけど、まあ、サイズはちっちゃいんですけど、実はこれ実際遊べちゃうんですよね。おお、かわいい。すごい、かわいい。こちらはですね、6月上旬に全国のカプセル自販機にて順次発売予定になっていますので、要チェックでお願いします。これは全部集めたくなっちゃう。そうだね、これがね、あの1枚1枚剥がせるから、便利便利、うん、あの学校の授業のね、次の日の授業のメモとか持ち運び便利だと思うので、ぜひぜひ使ってください。はい、続いての商品たちは、全国の文具売り場ですでに2月から発売している商品なんですけど、皆さんもうゲットしてくれたかな。まずはこちら、クリアファイルアイカツプラネットと、じゃじゃん、クリアファイルダブルアイカツプラネットです。はい、こちらのクリアファイルアイカツプラネットがシングルタイプの A4 サイズ、こちらですね。こちらのクリアファイルダブルアイカツプラネットが便利な見開き2ポケットファイルになっていて、A3 サイズも A4 サイズも折らずに収納できちゃいます。大事なね、紙とか折っちゃいけない書類とかはもうこちらにぜひぜひ収納してください。こちらもデザインは花、ルリ、キューピッド、ビート、アイドル全員が5種類ずつになっています。ダブルの方は実写のアイドルもプリントされているのがポイントですよね。続いての商品はこちら、じゃん、アクリルスマホスタンドアイカツプラネットです。かわいい。これかわいいよね。これはかわいいですね。しかも実用性があって、そうそうそう、めちゃめちゃ欲しいんですけど、こちらもデザインは花、グリ、キューピッド、ビート、そしてアイドル全員の5種類ずつになっています。これね、私使ってるのよ、お家で。おお、どうですか。めちゃめちゃ便利です。あのこうやって充電したままスマホ立てかけられるんだけど、そんなところもポイントなので、ぜひお揃いにしましょう。皆さん普通にインテリアとしてもめっちゃいいよね。うん、私ずっとこれ欲しかったの。ゲットしちゃいます。ゲットしちゃいましょう。ゲットしちゃいましょう。ということで、全国の文具売り場で買えちゃう最後の商品は、おー、こちら、じゃじゃーん、アクリルキーホルダーアイカツプラネットです。じゃじゃーん。そのさ、キーホルダーの部分星になってるの可愛いよね。そう、なんかプラネットって感じで、めっちゃいいね。そう、細かいところまでこだわってるのがアイカツプラネットです。さすがです。これはね、あの学校に持ち歩いてもいいんじゃないですか。ぜひぜひ持ち歩いてください。続いての商品たちは、アイカツオフィシャルショップで5月2日より購入することができる商品になります。そこからローズとサラの新商品をガンガン紹介していきたいと思います。まずはこちら、じゃーん、応援うちわです。これで好きなアイドルを応援しちゃってください。かわいい。かわいいよね。フレッフレッ、応援したい。ポスターみたいに飾れるし、なんかデザインもとっても可愛いから、私はもう全員分揃えて壁にバッて貼りたい。いいね。いいよね、うん、続いてはこちら、ファン証明書ステッカー付きでございます。うわー、これステッカー、うん、これはね、好きなアイドルのは絶対欲しいと思います。私はね、うん、もう全部全部欲しいです。そうだしさ、シールとさ、ファン証明書がセットになってるのもめっちゃお得だよね、うん、ファン証明書って可愛いね。なんか嬉しくなっちゃう、ファンは。アイカツプラネットの
ファンであることを証明します。やばー、嬉しい、ありがとうございます。これ街で歩ってる人見たらちょっと、それは嬉しい。ぜひぜひ皆さん持ち歩いてくれると嬉しいです。続いてはこちらです。じゃーん、アクリルキーホルダーとメタルチャームです。キラリラリー、かわいい、かわいい。さっき紹介したアクリルキーホルダーももうボーンと可愛かったけど、うん、これも破壊力が素晴らしいですね。ね、ここにさ、ドレシアついてる、かわいい、気づいた、うん、かわいいよね、すごい。あと形が惑星なんだね。そう、まさにアイカツプラネットですね、うん、いろんな形があるからアイドルさんによっていろんな場所にも違う種類でつけてほしいよね、うん、かわいい。はい、続いてはアイカツオフィシャルショップでおなじみミラーインガラポンでゲットできちゃう A 賞のくるくるキーホルダー、そして B 賞のハート缶バッジ、そして C 賞のダイカットイラストシートです。おお、どれも欲しいけどさ、やっぱ実写とアニメ両方のデザインのくるくるキーホルダーって、うんうん、欲しいよね。これいいよね。すでに他のアイドルの商品を持っている人もこの機会にローズとサラバージョンもぜひゲットしてみてください。限定のオリジナルグッズが買えるアイカツオフィシャルショップは新宿丸井アネックス店、横浜ワールドポーターズ店、イオンモール京都店、テナルシティ博多店の4カ所で展開中です。詳しくはアイカツオフィシャルショップで検索してください。そして最後に紹介するのはこちら、缶バッジボリューム2とアクリルスタンドボリューム2になります。かわいい。こちらは5月2日より全国のナムコアミューズメント施設とネットクレーンモールのトルモで展開中です。取扱い対象店舗はバンダイナムコアミューズメント公式ホームページなどでチェックしてよね、チェックしてよね、チェックしてよね。近くにお店がなくてもネットクレーンならいつでもどこでも遊べるんで、ぜひぜひゲットしてください。はい、ということで今回はアイカツプラネットの新商品紹介をお届けしました。皆さんいかがだったでしょうか。いい感じだったよ。いい感じ、いい感じ。あ、みんな欲しい。あ、欲しいよねローズとサラのグッズも本当にたくさん出たので皆さんにゲットしてもらえたら嬉しいです。そしてテレビ番組アイカツプラネットは毎週日曜日朝7時からテレビ東京系列にて放送中です、お忘れなくチェックしてください。それではチャンネル登録に高評価に高評価、コメントもドンドンドンどんどんお願いします。お願いします。バイならー。